宮駅一番線にホームドアが設置されました。JR 東日本は、今日5日未明、大宮駅一番線ホームにホームドアを設置しました。JR 東日本では、線路内への転落防止対策として、ホームドア整備を進めています。2031年度までに、首都圏330駅758番線のホームドア整備が完了する計画です。大宮駅には、今日5日未明に、京浜東北線一番線ホームにホームドアが設置されました。スマートホームドアが採用されています。大宮駅へのホームドアの設置は、今回の番線が初めてとなりました。今月19日より稼働が始まる予定です。なお、2番線ホームには、7月25日に設置される予定で、8月7日から稼働が始まります。また、JR 東日本として初めてとなるホームドア搬入工事見学ツアーも開催されます。これで、7月5日の KAB ニュースを終わります。